半幕の本家の本毛貴族の半眉先生です。私のね、社会で人間たちに、を注意するね、格言という、言おうか、大事なことね、これで、だいぶ命が助かると。平和に動きやすくなるというねことをちょっと何項目かお伝えいたします。まず人間はね、80か90まで、ですね、だいたい行きまして、それでね、目いっぱい捕まんないで80、90まで、悪いことをします。だから80、90までにもう本当は死刑なんだけど逃げ切れる、ね、本当は死刑なんだけども80、90までは生きられる、捕まえられることが できないということで、普通の仕事をしながら悪いことの仕事もして一生を過ごします。で、必ず 100% ですね、人間の場合はね。だから90で亡くなったっていうと、大体捕まったらもう死刑に なってるということをやってます。全員ですね、人間はね。であるから注意する、人間というのは全ての人間はそうであるから、警察官だろうと役所職員だろうと、一般の一流会社の社員だろうとね、偉い先生だろうと総理大臣だろうと、全部そうです。で、捕まんないでね、盗みとかするんですけど、個人でやると簡単に捕まってしまうということで、人間たちの場合は団体でやります。で、団体でやるんで犯罪をやるんですね。殺しもします、盗みでね。で、逃げ切りやすいんですね、大勢でやるから。犯罪ね、何万人もかけて、何万人以上も人数使って仲間入れてね、90歳まで逃げ込めるということで盗みをします、団体で。そういう活動が結構多いです。必ずやりますから。それじゃないとね、なかなか楽に食っていけないということで、人間たちはね、ちゃんとした仕事をやってる人でも必ず やります。仲間に入ります、ね、同じ罪になりますからね。で、それで80歳90歳いきます。外国も同じような感じはありますけど、形態はちょっと違いますでしょうね。日本はもう徹底してこんな感じですね。だから、捕まる捕まんないギリギリで死ぬというね、ちょうど寿命が来るということを見計らってたくさん盗みをしますね。だから死刑ということ、捕まったら死刑ですね、ということなんですよ。だから、それを全員がやってるから注意をしなさい、引っかかんないようにと。で、団体で盗みに来られたら歯が立たないですよと、一般的にはね、大変ですよということですね。だから、それに注意しましょうということですね。裁判官だろうと警察官だろうとやっぱり一緒に、計画してます。いつも真面目な仕事してるわけじゃなくて、殺しをして盗みを しております。団体でね。で、団体が多いほどその犯罪者を捕まえることはできないんですね。なかなか長くかかるって、首絞めることが少しできるようになるかなという感じぐらいなんですね。だから90歳まで生きれるように、ね、
団体で犯罪を徹底的にやります。捕まんないようにね。捕まえられにくいですからね、多いとね、ということでね、それに注意することですね。私のは全く人間の群れの生物なんで犯罪は一切しないで生きていきますからね。力も強いからで、また人間は話したり聞いたりすることができないんですね。団体でテレパシーで仲間と頭つかないと。それだけ遅れた生物です、まだ知能がね。ダヴィンチさんなんかはね、私が大昔に頭貸したんですね。で、彼が発明したんじゃないんだな。いろいろ、公式とかね、ニュートンの法則とか、ね、アインシュタインもそうですね。宇宙に情報をね、仮想コンピューターなんですけど、それから情報を教えたんですね。直接だとまずいんで、私の方が動きがね、取れなくなるんで、で、また、私がやられて生まれ変わってくると、この場所を作ったところが地球なんでね、地球を育てて、太陽を育ってね。で、人間の発明はもう全部上終わっちゃってるんで、危ないから今人間がある以上調べて、その発明で道具作ってこないと危ないわけですね。人間の場合はね、非常に、私は宇宙戦争で殺されて地球と太陽を育てて今の地球から生まれ変わってきているんで、まあ人間レベルから生まれてるわけで、まだね、知能は発達してませんけれども、人間全員の学問の知能は大体やってるんですね。というのは単独に一つです。